はいみなさんこんにちはヨーコです今日も政治と プライベートのパートナーの石井秀俊と一緒にお話をしていきたいと思います、えー、始まる前に皆さんこれからね私たちがお話しする内容がなんか役に立ったとかあこれはみんなと共有しなきゃとかいうことがありましたらですねぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします、えー、それからですね、えー、サックスボタンというのがついております、えー、高評価とかの横にねついてると思いますので、えー、まあ本当に応援してますとかいう方がねもしいらっしゃったらそちらの方もよろしくお願いしますその サンクスボタンを押すとあのコメントが掛けてでそのコメントがハイライトされたりしますのではいよろしくお願いいたしますということで今回もですね音声のみのポッドキャスト形式でお送りしていきたいと思いますということで石井秀俊さんはいこんにちは石井秀俊です、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします今日は、えー、5月25日、えー、水曜日ですはい、えー、今日はですねミナト川の戦いの日なんですね。 何の話やねんみたいなえっとですね歴史の授業で習ったとは鎌倉幕府が滅びる時のですね堅務の中高後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼすわけですけどその時活躍したのが楠木正成子あなたの大好きだねそうでまあその後ですね足利尊氏が反乱というかですね裏切って足利幕府室町幕府っていうのを作ることになるんだけど まあそのお足利がですね最初1回負けて九州に逃げるんだけどそこから九州からまた京都に、ね、向けて攻めてくる、うん、まあそのお最後最終決戦があ京あ兵庫県のですね、うん、神戸の湊川という今神社湊川神社神戸にあります、うんえー、まあそこで湊川の戦いっていうのがあるんですけどね、うん、まあそので楠木正成公は亡くなるんですけどね。うん、でまあ その日日日が今月これ楠木正成公は楠木っていう字から「まあ、南っ公っていうね公っていうんで南公でお父さん本人が楠、ね、木正成公は大南公、うんえー、正蔵公という息子さんがですね湘南公っていう、まあ、言われ方をして、うん、この「大南光楠木正成公」っていうのはです、ね、少なくともかつての日本、えー、戦前戦中うまではですね 日本一の歴史上最大の忠義の信であるということで褒めたたえられてきたわけなんですけど戦後はです、ね、歴史教科書から消えていってしまった まあ、その戦いなくなるのがですね、今日なんですね、大事な日なんですね、全国でですね、この南光祭、楠木正成公を祭るお祭りというのがですね、うん、まあ、取り行われてまして、うんまあ、これはあの、特にですね、明治維新、幕末明治維新の頃なんかね、すごくあの多くの維新の志士とかが大事にしてたということでね、この南光祭、楠木正成公の精神という言葉中心に明治維新が起きていくって、まあまあ、そういう、うんまあ、そういう日です、今日は。はい まあ、ということで、ちょっと、あのー、もち頭の片隅に、ね。たまたま、あ、五月二十五て言った瞬間に、あ、ーと思って思い出しながら。<laughs> ち振りがだいぶ、なんか、ね、想定外だったので、ちょっと、私は驚いてましたけど、これ。話す予定の話は全然違うんですよ、<laughs> 今日は。まあ、歴史のこともね、大事に、考えていきましょう。<え>はい、まあ、あの、国を愛する人にとっては、すごく大事なな。大事な日ですね。はい、っていうか、まあ、先人もね、この日を大事にしてたでしょうからね。あの、東京の人、もしくは東京に行く機会がある人はですね、あの、皇居の前にです、ね。うん うん、二重橋の方です東京,の東京駅の方の、うん、方にです、ね、この楠木正成栄の大きな銅像がです、ね、<れ>ドカーンと立ってますんです、ね、まあ、一度は見にぜひ行ってもらいたいなというふうに思いますし、関西近辺の方はです、ね、神戸に港川神社というのがあって、ここはあの、 まあ、幕末明治維新の志士でお参りしていない人はもちろん誰もいません,、えー、んというぐらい、えー、多くの人が行、ね、ってますので、まあ、歴史的な場所ですので、ぜひお参りに行ってください、私も一度行ったことがあります、はいはい、神戸に1回行ったときですね、はい。ということで、きょうはです、ねはい、ちょっとあの、の今日の産経新聞にも出てますし、まあ、ネットニュースでも,もうず,ずっと相当大騒ぎになっているので、ご覧になった方もあると思いますが、えー、ウイグルのニュースについてお話をしていきたいと思います。 えー、ということで、まああの、各紙、テレビとか新聞でもいろいろ出てますが、えー、AFP 通信の記事で紹介したいと思いますので、じゃあ、これを紹介して読んでください、うん、はい、何のニュースかといいますと、タイトル、新疆の、まあウイ、ウイグルのことですね、ウイグルの内部資料が大量流出、収容所の衝撃的実態、浮き彫りにということで。はいはい 読読みまましょょうかねね、はい、ちょっと読んでいきます、ね <laughs> えー、中国当局から流出した新疆ウイグル自治区に関する数万点の内部資料が24日、米団体によアメリカの団体により公開された、資料には数千枚の写真や公文書が含まれ、えー、同自治区でウイグル人などの少数民族が暴力的な手段で収容された実態が改めて浮き彫りとなった。はい えーまあ、いわゆる皆さんご存知の通り、えー、新疆ウイグル自治区と言われるこのこの、まあ、東トルキスタン、ウイグルに、中国政府によって、えーまあ、強制収容所ですよね。まあ、中国は あの再教育センター、職業訓練なの教育をやる施設だとかでたらめ言ってるわけですけど、うん、名前をね、うん、要するに、まあ、ナチスのヒットラーがまあユダ人を入れたような強制収容所がまあ現代において今この瞬間あってさ、うん、まざまな数字があるわけですけど、まあ、おそらくは。あ 数百万人規模、うん、300万人規模で、まあ、100万人から300万人と言われてるんですけど、うんえー、これ、アメリカの数字でもそうなってるし、国連の報告でもそうなってるんですけど、の規模の人が今、うん、強制収容所に入れられていると言われてるんです、はいで、その強制収容所の存在自体は中国政府も認めてます、あただし、うんあの、強制収容所ではなくて、再教育センターだって言ってるんだけど、うん、要するにその施設があること自体は中国も認めてます。うん、でその内部資料実態がどううかということいこで そのまあ、いろいろ出てるんですけどね、これまでも、まあ、今回です、ね、この数千枚の写真や公文書が含まれる資料が出てきたと、うん、内部資料が出てきたていう資料は匿名の人物が新疆の公式データベースをハッキングして入手し、これすごいね、米 NPO ・共産主義犠牲者記念財団、これ、大事な財団なん、ね、<ビ>ですね、Victims of Communism Memorial Foundation に所属するドイツ人研究者。 あアドリアン・センツさんですね、知らない、うんえー、に提供したと、はい、ミチェル・バチェレかな、はい、ミ,チミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官でよろしいですか、うん、あによるうウイグル訪問を控え、公開されたと、まあ、このミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官は、今この瞬間、えー、すでに中国に入ってます。えーえー、関東省のですね あのあの広い川って書くね、広州に今,今いますちょうどニュース、ね、テレビで出てましたね現地で、王、え、毅、ー、外務大臣と会談してます、この広東省のですね、広州、うん、で,で、習近平とはオンラインで、うん、同じ国内にいるけど、習近平は北京にいて、広州にいるからね、この国連高等の。 人権高等弁務官とと<ー>いうことでオンラインで習近平と話しましたよということで今、中国に行ってるんだけど、はい、まあこのあと、まだこの瞬間ウイグルにまだ入ってるっていうニュースはないんだけどこのあとウイグル訪問する予定なので、うん、まあそれで国連が、まあ、訪問してですね視察したってどうせ大事なところは見せないんだけど、うん、まあそれでも一応初めて入るということで、うん、それに合わせてこんな証拠があるっていうことをバーンっーこう出したっていうことですよね流れとしては、ね。うん、要は中国側はそのね なんかいやウイグルのところは素晴らしいんだって、ね、われわれが上手にやってんだって見せてくるから、まあ、それに合わせてこのハッキングした情報で、内部資料ですね、この匿名の人物、えー、ハッキングした人すごい、すごいですね。何ということで、続き読んでいきます、えー、活動家によると、もう新疆ウイグルですね、では、イスラム教徒を中心とするウイグル人ら、少数民族100万人以上が収容所や刑務所に収容されてきた、一方、中国政府はこれら施設を職業訓練場としており、 強制収容の事実はなく、過激な宗教思想の根絶を目的とした施設だと説明している、だとこれ後でまた話すけどね、過激な宗教思想の根絶を目的とした施設、何をもって過激な、うん、宗教思想というかね。<laughs> 自分たちの共産主義の方がやばいやいや、ひげを蓄えているやつは、あごひげね、あごひげ蓄えてたらね、お前はイスラム原理主義者だと言われるわけよ、これ、すごい差別だよね。で、例えば子供赤ちゃんが生まれた名前にね、ムハンマドとか、要するにイスラム教徒の名前をつけると、これ、禁止されちゃったんだけど、それが過激な宗教思想。文化が過激って言いたいのかっていうと。 コーランの、ねうん、一節がなんか入ってたとか、もうイスラムテロリストそれ過激っていうだから、これ、何をもって過激な宗教思想かって、もうこれも中国側が勝手に決めつけて、うん、その場の警察官の判断だから、ねうん、かそ,れそれを口実に捕まえていくと、まあ、いうことですい。そうですねで、これちょっと脱線するけれども、でもそういうことを中国側が言うから、アメリカの保守系の人たちが、意外にそこはちょっと聞いちゃうのよね。 キリスト教国家のアメリカとしては、そのイスラムの,あの、まあ、テロとかなんとかっていうのに九、まあ、9・11以降、ずっとね、そうなんですそこに反対の意識があるから、まあ、それも分かってね、習近平とかね、中国がわざと言ってるわけで、だからあかまあちょっと歴史の話をすると、結局ね、9.11の時に、アメリカが、うん、もう。 テロとの戦いいだっってううふうにもう突っ走ったわけね、うん、トランプ政権まではトランプ政権の前まではテロとの戦いだったんだから、全てがね。うん、で、その時に中国が何言ったかいや、うちもイスラムとテロと戦ってます<う>みたいな、お仲間ですみたいな、じゃ正当化したのよね。だからアメリカがその中東とかアフガニスタンとかでテロとの戦いやるように、イスラム戦うように、うちはウイグルでテロ根絶やってます、うん、みたいなね、なんか仲間だ<う>みたいな、なんかもうそんな文脈にしちゃったわけよね。うん、で、実は、 あの当時のアメリカのブッシュ政権がですねその話に載せられちゃってこれ、もうあのテロ指定外したんだけど、うん、あのテロ団体の指定まで、ね、出しちゃったあの、えーとね、東トルキスタンイスラム運動だったかな。 あーっていうですね、あのもう大事実,実はね、存在してないんじゃないかって言われてるんだけどね、えー、なんか実際には存在してないんじゃないかっていう説もあるね、よくわからないその、イスラムのね、テロ組織が、ウイグルのテロ組織があるって言って、中国に言われて、そのままね、アメリカがテロ団体指定まで出しちゃったっていうね、<ー>えー、ちょっとそんな問題も出しちゃったウイグル人イコールテロリストみたいなイメージが。もう出たんですよ、当時。 れね、まあそれト、トランプ政権で全部ね、それあの巻き直して、ひっくり返したんだけども、そこからずっと来たんですよね、へ<ー>えー、その流れうそう、だからそういうのもね、ちょっと頭に入れつつ、記事続き読みますね。だが、公開された写真や文書からは、収容が自発的なものではなかったことや、習近平国家主席をはじめとする政権上層部が厳しい取り締まりを呼びかけていたことが示されている。うん <laughs> 資料によると、同自治区の陳全国共産党委員会初期、うん、まあ当時の、ね、2017年の演説で、収容所から脱走を試みる者は射殺、すみません、神村さん、射殺するように命じ、地元の役人に宗教信者を厳重に管理するよう要請。これは かんないちょっと読み方わかりませんが、公安層は18年の演説で、州国家主席が収容所の増設を指示,指示したことに言及したとされると。えっとですね、これあの、いろんなああメディアによって書き方がありますが、ここが今回ちょっと一番強烈なことで、うんうん、収容所から脱走を試みる者は射殺するよう命じなんか、ね、数歩歩いたらもう撃てみたいな、ねはい、産経新聞のちょっとそこだけ読みましょうか。うんうん、どこあったかな <laughs> ここ、ね、産経新聞にもね、同じ。 内容のこと書いてあるんですけれども、うん、はい、えー、これですね、えー、中,国中国当局の内部資料数万件が流出したことが24日分かったそして、えー、逃げる者は射殺せよと命じた中国共産党幹部の発言記録などと言って書いてありますね。こここのかか、うん 陳全国が17年5月の演説で海外からの帰国者は片っ端から捕らえろ拘束者が数歩でも逃げれば射殺せよと指示ということが載ってますね、うん、産経新聞にもこれ、まあ実際やってるんだけど実際にうん、うん、海外からの帰国者は片っ端から捕らえろって何それみたいな。うん、怖いねいねねや、だから犯罪、<う>つまり、ねあの 要するに中国政府に対する反対の運動をやってるとかね反対の運動をやってても言論の自由なんだろうけどあの国にはそんなものはないでもね、ね、うん、要するにそんな反体制運動をやってるやつを捕まえるとかじゃないわ、うん、海外からの帰国者は捕まえろってどういういいことみたいな、うん、もうもう海外に行ったやつはみんな敵っていう, <laughs> そ,うその可能性があるう。うん、もう海外で 要するに中国の国内は情報管理がされてるからね、例えばフェイスブックとかもさそういうのはないわけだけど、だから天安門事件なんか知りもしないわけだ、教育されてない、情報がない、だけど海外でそういう情報に接して、おそらく反国家思想を持ってる可能性があると、我が国はなんて国なんだと思って帰ってくると、可能性があると、だからとりあえず、と捕まえると、めちゃめちゃだよね。すごい やることのレベルが違います、ね、で今までもそうだろうと実際,そう実際逮捕されてきてるんですようん、うん、我々の知ってる人でも、うん、<ー>知ってはいたけれども知っていたけれどもそういう発言が実際にあったんだっていうことう記録がね資料として出てきたっていうことなんで、うん、今回ねしかも内部資料っていうところでね、うん、そこが重要ですね、はい、でここまで読みましたので続き読んでいきますさらに警,警察から流出した非 収容者の写真2800枚以上も公開された、こうした非収容者の中には、違法な演説を聞いたとして拘束された17歳や、別の非収容者の親族だという理由で拘束されたとみられる16歳も含まれている。要するに、家族、親戚が収容されてる、捕まっているから、うん、お前も捕まえる、うん、という16歳、うん、どういうことやね,ん,だね、うん、み、うんなね。 関係しててんだろううっ、はいで AFP が先に,先に入手した警察の名簿でも一度に数百人の住民が捉らえられ一つの世帯からあ多数の人が拘束されることも頻繁にあったことが示されている今回の資料の一部は、えー、ABBC やいいフランスのル・モンドー氏などの報道機関によって信憑性が確認された。 資料からは収容所内部の実態も浮き彫りとなった写真には頭を袋状のもので覆われ手錠をかけられた被収容者が警棒を持った警,警察官によって拘束され迷彩服を着て、えー、銃を構えた他の警察官に囲まれる様子が映されている。 というこ収容所内部の実態が資料として出てきましたよということでやっぱ今回の、これ、ちょ日のタイトルに入れたらいいんじゃないかなと思ってるけど逃げるものは射殺せよだからねすごい発言ですよ。発言っていうか、実際にやるわけなんだろうかさ、これ。やる方針なんですよね、それはね、指示。 いや想像ができないよね、ここまでのことはね。だからまあ、それが、まあ、抜け抜けとね、あのうさっき、あの。 言葉が出なかったですねあれね。それこそそのちょっと今次にも出てくるけどこのあのバチェバチェで人あの国連人間共同声明館、その国連の今代表として言ってるわけですよね。で習近平とオンライン会談をやってると、まあ習近平抜けニコニコしながらね抜け抜けとね。本当にね。中国国民は今まね歴史上ね最大のね人権の保護を今受けてますよ。ニコニコしながら言ってたわけ。さらにようよそう抜け抜けと言えるねと。 うんまあいやもう逆にしか聞こえなかったようもんねもういやよくあんな嘘を堂々とつけるなと<の>もうびっくりですまあまあすごい状態ですね<ー>はいじゃ最後の方を読みましょうかはい英国のリズ 見えないトラス外相は流出した資料の内容は衝撃的だと非難、えー、中国を訪問中のバチェレ氏が現地の状況を的確には把握できるよう完全かつ制限のない施設あ視察を許可するよう中国側に要請した、まあ、できないけどね要請はしたと <laughs>、うんはい、一方中国外務省の何だろうなー分わ、うん、かりませんが、うん、報道官はあ流出資料を新疆を中傷する 新疆を中傷する反中国勢力による寄せ集めの資料と断じ報道機関が嘘と噂を広めていると非難した。うん、<ぁ>まあいうことでですね、えー、ようようよっていうことなんですけどいやすごいアメリカもですね報道官がこの資料のことに関してはですね、まあ、衝撃的だと,ちょっとせっかくの言葉には覚えてませんけどんあのこれについて触れてます。うん で日本のお、まあ、少なくとも政府からは今のところこれに関する発言はちょっと私は見つけていません、うんえー、海外はねもうすでにどんどん動いて発言が、うん、出てるんだけどねそういうのがやっっぱちょっと反応が悪いなと。かかもあるからね、うん、多分 はい、まあちょっと遅いなとは思ってます、うん、私もこのニュース見たのは、はい、あのチベット系の,あのツイッターアカウントが、ね、ツイートしてて、最初、写真が出てて、なんだと思ったら、うんやっ、そうやって流出しているということで、ばーッとだかと、そこから広まってましたもんね。うん うん、まあ一斉に今、だから、出てますいや、本当、話題になってますね、なの,で、あのーまあ、あの今、今、AFP 通信と産経新聞の記事をですね、少し紹介しましたけど、今まで結局、この問題っていうのは、ですねその強制収容上の問題は、証拠がないっていうのが、 すすごくネックなんですよねいつもそういう言、うん、いう方をするんだよね。うんうん、とかその臓器狩りの件もそうだけれどもやっぱ証言証言って証言ばっかりでこの根拠となる証拠というのがなかなか出てこないというか。 なんかこう数が足りないとかね、いろいろそういう問題があるようで。うんうん、で今回まあハッキングの情報ではあるけれども、内部資料というね。もう確実なそのものは出てきたっていうことは。うん、あの本当に今までのことを裏付けていくことにもなってきて、うん、まあそういう意味で大事なものであると。考えられますね。うんうん、まああの内部資料もですね、今までも出てるんですよ。うんうん、まあだけど、ちょっと今回はね、このこれだけの写真の数規模,が、ね、規模がちょっとまた大きいねっていうこと,と。と、うんうん、また、まあこのタイミングで狙いすまして出してきたっていう。 ここの活動家の、ね、やっぱセンスっていうのも良かったなというふうには思いますね、うんうん、デジタル時代の戦い方だよね。ですね、はいうん、やっぱハッ,、えー、ハッカーとかねなんかいいイメージ持つ人悪いイメージ持つ人バラバラでしょうけど <laughs> やっぱこの時代はあのそういう能力を持っておくことっていうのは本当に大事だなと思いますよねうん、うん、はい、はいはい、いうことで、えーまあ、今日はですねこのウイグルのことを中心にお伝えをしてきました。うん、はい えーまあ、あの新聞を見るとです、ね、でさまざまな今日も大事なニュースは他にもクワッドの件は触れなくていいんですかクワッドまあ、あのーまあい、いつも通りではあるんだけれども、でも、あちょっと私、言いたいわそのさ、クワッドの、なんか,なんかどこのタイミングかわかんないですけれども、その4首脳がね、えー、こう集団でこう階段を降りて移動会議が終わって移動してる時かな移動してるんでしょうね、この 4, 4名の首,首脳がですよ、こう。 移動してるときに、先頭が岸田総理とモディ首相ね、インドのモディ首相が2人が前にいて、であとでぞろぞろぞろって、まあその,他の2人の首脳と、まあ、スタッフの皆さんが、なんかよくわからないけれども、後ろの。ね、移動してるんですけたまたま一番前の2人が、まあ、そう岸田総理とモディ首相だから、なんかね、列になって歩いてるとかじゃなくて、要するにご,ごちゃごちゃごちゃって、なんか、階段だから、そんな広くないから。でで、うん、でももそそれがですね、まあ、結局でもその <laughs> クワッドミーティングを率いている、まあ、ホスト国の岸田総理とモディ首相みたいな図になってるわけですよそこだけ見たらその一緒の写真を見るとね、うん、でそれを見たインド人の人たちが、うん、インドがリードしているみたいな感じでツイッターで盛り上がっていて。 けれどもい,やいいんですよ、いいんですけれどもただね、ね私から見た目をこれ個人的な見方をしますけれども、うん、やっぱインドってやっぱちょっと問題の国だと思っていて対中でも対ロでもね、うん、あの抜け穴となっているというかどっ,ちどっちなんだお前はみたいなところがあります、ねまあ、インドってほら中国とも国境問題があるからとかっていうのもあるしでこっち側に、ね、いる気がします自由インド太平洋の。 あの戦略もそうだし、うん、けれどもタイロあの中国、ロシアとも仲がいいわけですよ。 だからそれを説得しようとしてる総理に見えるんですよね、経済人も柳井さんとかユニクロの人とか鈴木だったっけ、どっかそっち系の人たちとかいろんな経済人と会っているのがモディさんのツイッターにも上がってたので経済的にあ今回、新しい枠組みが発表されているていうのもあるし経済的に抱きこ抱えてこっち側に引き入れようということを日本も試みてるのかなという印象がありましたし。ユニクロ はしないけどね。スズキはね。あのインドめちゃくちゃ売れてるはずだよ。 私たちも見たんだったわ、あれだったよね道路が悪いからさ、スズキとか、なんか売れてるらしいよ、ちょっと数字は頭、入ってないけど、チベットの亡命政府があるね、ダラムサラという、インドのね、ダラムサラという所、北西部、の方ですけどね私たち2019年、本当、コロナの直前に訪問したことがあるんですけれども、国際会議があって、参加したそあれ、スズキだったよね、考えてみれば。いっぱい走ってたね。 鈴木のね、<う>軽自動車がね、もわんさか走ってましたちょっと排気ガス多かったけどねあれちょっと改良した方がいいですけど <laughs>、はい、いやインドで鈴木の車ここまで見るのかっていうぐらいびっくりしましたけど日本で多いよね、<laughs> <ー>絶対に、ね、びっくりびっくりで、だからまあそういう意味でもねだからやっぱ関係があるのでね、うん、まあいうことですねこちら側に入れていきたいですね、本当にねまあだけど結局冷戦時代からずっとソ連,ソ連のね、うんえー、まあ軍 なんていうかな、武器を購入しているわけですよね。まあ、今でもそのロシアの武器を購入している。だから、パキスタンにアメリカが。 えー、軍事援助をしている、だからそのパキスタンとインドはもちろん仲が悪いわけだから、うん、だからまあインドはソ連にから武器を買う、ロシアから武器を買うっていう側面がある、うん、もちろん中国とは国境紛争で実際に死者まで出て出てる、うん、だけども同時に中国と全面的に戦う余裕はインドにはなくて、うんえー、中国にも非常に気を使っている、上海協力機構にも入っている、えー、っていう。なんかその まあある意味曖昧なねなんかこの立ち位置っていうものがやっぱインドにはあるんですよね。うん、残念ながらだから完全にこっち側じゃないんだよね、うんうん。その曖昧さがやっぱあるから必死で取り込もうとしてるわけなんだけどね。それが大事なことですね。まあ大事なことですね。でもさあこれ、ね、もう一つニュース私が気になっているのはトルコですね。トルコはね、うん、もうまあまあいつものことなのかもしれないですけど、うん、やっぱそれこそねあのナトー側のトルコ加盟国の、うん 正式な加盟国だよ、<う> NATO だよ、うん、が結局、フィンランドとスウェーデンが NATO に入ることに対して反対をしているうん、そうだね。ねそのなんか今度は軍事行動もなんか始めるみたいでなんかそれは多分、結局クルドでしょククルドクルド、ド。だからあの、うん、トルコの中でトルコってわかりやすく言うとこう横にビヨーンって長か,か長方形みたいな国の形をしているけど、うんうん 右側の方要するに東側の方、うん、まあ要するにイラクとかシリアに近い方、うん、まあ一部イランとも国境をしてたんじゃないかな、ちょこっと、要するにそのイラク、シリアの方ですね、うん、あちら側にクルド人が住んでて、そのクルド人の武装抵抗も行われてるんですよね、実際、テロというかまあ武力闘争というものもあっているので、それを軍事、まあ、実際そこで戦争してるわけです、はっきり言えば、国内で,で。そのクルド人が えー、北欧おお、フィンランドとスウェーデン、うんえー、にはかなり多く特にどっちだったかなスウェーデンの方だったかな、うん、にはかなりいて、うんえー、確かね、国会議員までいるんだよね、えーえー。確かスウェーデンの方だったと思うけど、えーとねえー、国会議員まで確かね1人出てるんじゃないかな、うん、それぐらい、えー、それなりの数の人たちが移住しててこの武装闘争をやってる人たちの。 の要するに逃げた人、うん、亡命者とかの受け入れとかもやってるので。うんはい、トルコの敵が 実際にトルコの敵、実際戦っている相手のクルド武装勢力がフィンランドとかスウェーデンにいるので、それ言うなれば戦争している相手でしょ、敵の味方がだから、実質的に。ナから、入れてやんないよと、入りたかったらそれをよこせみたいな、それを犯罪者としてね、逮捕してこっちに引き渡せみたいなことをね、トルコは言ってるわけです、人権もクソもないから、はっきり言って。トルコは親日国だと。 エルトゥール豪事件それからイラン・イラク戦争の時のエルトゥール豪事件の恩でイランが日本人を助けるために旅客機が飛んできたとか救出したとかの話にミダンがありますけどビダンがて大好きでトルコは親日国だって話なんだけどこのエルドアン政権はねそれはトルコ国民の国民感情としてはそういう親日感情ていうのはもちろんあると思いますよ。 あの東郷平八郎のせいですね東郷ビールがあるとかね、昔から、まあまあまあ、確かの東郷通りとかストリートの名前、道路の名前にまでなってるんじゃないか、乃木通りとか、それぐらいの親日国ではあるんだけど、エルドアン政権がどういう政権かっていう問題は、これ、全く別な問題なので、それが今、そういう状況ねはっきり言って人権感覚もクソもないしういうなだ、ねうん、だから NATO 加盟国なのに、そのフィンランドとかスウェーデンに対して、 敵視しているる部分があるとでロシアともつながっていて、うんえー、ロシアからのお武器輸入もしたんですよ、うん、これ、アメリカのものすごい猛烈な反対があったにもかかわらず、いつの段階もうこの数年前、この数年の話です。はいはい、だから本来 NATO の加盟国でアメリカの軍事同盟国なのに、うん、なぜロシアから <laughs> アメリカの武器器輸入するのみたいなねシステムをたたた確か地対,地対空ミサイルだったと思うけどうう、うん、地対空ミサイルのシステムを導入しそれはおかしいでしょう、うん、と、うん、だから、まあ、F35 ていう日本が今度、うん、導入する最新戦闘機の開発からも外される。うんし 情報が流れる可能性があるからっていうことでまあ、うん、そうそういうちょっとね非常にこの今のエルドアン政権っていうものがなんかねまあ権力志向なんだな、うん、そうなんですよねロシアに天然ガスを依存,依存しておりまあ<な>実際そうですね、はい、で、NATO 加盟国でありながらロシア製地対空ミサイルの導入などってかや,、ね、やっぱ地対空ミサイル、ね、あ俺の記憶は正しかった <laughs> 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 そうなね、ウクライナを巡って対、ね、ロシアの制裁を、ね、こちらがしているというのに。いうトルコはそういう状況なんですよ。うん だから、まあこれ相当ね、ちょっと悩みの種ですね、これ。うん、だからまあ、しめしめと、うん、だからトルコはトルコでっていうか、エルドアン政権エルドアン政権として、かつてのオスマントルコ帝国のですね、うん、もうね帝国主義なんだよなあだからあのプーチンが、大ソ連のですね、ソ連の、のソ連帝国の復活みたいなこうドリームを持ってるようにね、うんうんで、今、ウクライナに侵攻しているように。うん、あのエルドアン、エルドアンで、オスマントルコ帝国の栄光が。<laughs> みたいなこと、なんか思ってるうみんな、習近平もそうじゃん、中華民族の偉大な、なんとか、偉大な復興なんですよ、中国も帝国、復興じゃねえだろ、もともとないからみたいな、モンゴル頑張れよって感じがしてくるよな、ロシアも中国も結局、モンゴル頑張ってくれればみたいなね、もう、ああいう、ちょっとあの人たちの頭の中、全部帝国主義、19世紀の発想から変わってないからね、もう21世紀ですよ、全くもう。 やっぱ大陸国家の、ね、恐ろしさですよねやっぱちょっと大,大陸ってちょっと文化がやっぱ、ね、違うんでしょうねこう環境が違うからね、うん。ということかもしれませんね。ますねだからやっぱこの海洋国家と言われる、ね、自由主義国陣営側が本当に頑張らないといけないと日本も島国と言われますけれどもイギリスとかアメリカも、ね、海に囲まれた国ですので、うん、やっぱあの感覚がどちらかというとあの我々と近いと。 ういうところもあるし、うん、そうですね、えーうん、間違いないとい。はい、はい、協力して頑張らないと本当にちょっとねぶっ飛んだリーダーが多い時代です。そうそうはい。まあその時にですね、我が国は何と言ってもですね、岸田文雄総理大臣がですね。<laughs> なんとあの、うん、ー来年の G7 は広島でやるんでしょ。もうん、本当福岡ね我々福岡なんで福岡。ね福岡ってほしいな。 立候補してたんだけど。ホテルも増えた増えたんだけどな。そうそう増えたの。いわに。アパが。いやアパが増えたのはいいけど、まあ確かにアパ増えてるけど。アパじゃあ G7 は来ないからね。いやいや。アパが三件ぐらいだった一気にね。いやいやもう七件ぐらいある。あ本当一気に立ったんだよね。あの人たちぱってね。なんかそう今まで奪いに来るのよね。今まで一つしかなかったんだよね。保証だからいいですけど、まあ。し、あのいろいろ使うんだけどさ。 あのいやアメリカの大統領とかね G7 の首脳が来てああたああホテル用意しときましたちょっと嫌いでしょそれはちょっと名無しでもねないだろう。狭みたいな日本人の部屋狭みたいなそれもそれでちょっと反応見てみたいけどまあまあそれはさておきいやもう福岡もね開発が進んでいてあれができるあのなんだけどリツカールトンもできるしあのいわゆるなので G20 がね2019年まあ G20 のあの。 G20 のサミットは大阪であって2019年の6月28日と29日、はい、まあこの2日間、我々、ねあのー、大阪で記者会見とか抗議集会とかデモとかまあやったわけでこれのおかげで、ね、ブラックリストに私も乗ったわけなんですけどその時に、ね、んでこう大阪に持っていかれてあの時も、ね、福岡取りたかったんです首脳会談で取れなかったでその時の課題がもう明確に出たのはもうホテルがないと。そう 世界各国の首脳陣が泊まる一流ホテルの数が足りないということでそもそもホテルが足りないんですよ、福岡はっきり言って最近やってないけどいろんな講演会とか開くときに講師とか呼ぶじゃないですか東京とかいろんなとこうホテル取れないの本当に探すの大変でもお金の問題とかじゃないんんだも物理的にないからどこのホテルも予約がいっぱいみたいなないじゃんみたいなホテルの数そのものが足りなかったんだけど一流ホテルがなかった。 でそれを克服して、なんとかこの G7 のサミットは取り,ット取りたいっていう話だったんだけどまあ残念ながら、やっぱり総理には勝てませんな、広島の総理で広島だからまあしょうがないね、総理大臣だからねでも要するにね。 オバマと一緒だよ、核なき世界って言いたいんだろ、だからそれに政治利用されるだけなんですけどね、でもね、それって日本のためになるのかっていういや、でもね、普通に考えてね、だってね、アメリカの核の拡大抑止をね、お願いしますって言ってるわけだから、アメリカに、アメリカの核兵器で守ってくださいよ例えば中国とか北朝鮮の核、北朝鮮の核物素はそもそも認めないけど、中国の核に対して、アメリカの核の拡大抑止で守ってくださいということ。 中に今ね、で守ってくださいってお願いして、うんえー、よろしくねって言ってる半分で広島の犠牲を忘れてはいかない <laughs> 核はだめだってな何言ってんのみたいな、ね、結局どっちあんたっていうねいやっていう話を、うん、<で>犠牲はもちろん忘れちゃだめですししかもそのアメリカが落とした広島の核です、うん、だからねこれあのなんかいろんな そんな点でおかししいよよね。しね。ぐぐちちゃゃてる比較三原則が、ね、国税だと、うんあの、核は作らず持たず持ち込ませずだ、うん、アメリカも持ってくんなよみたいなね、いやいやね、考えてみると、もしアメリカが持ってきたとしてもね、それ、日本を核攻撃するために持ってくるんじゃなくて、日本を守るための話、ね。うんうんね、中国、北朝鮮、ロシアに対してね、うんいや、持ってくんな、お前、みたいなさ、なんかさ違うだろうと。うんうん いやだから,だからそのいいとこ取りをしたらなんかもう矛盾しまくりのめちゃくちゃなハリボテができたっていう状態ですよねあの産経新聞のさ黒シャツ、うん、あ産経新聞やめたけどさ、はい、あの石橋文人さん、あのはい、ずっとツイッターだったっけど、ね、フェイスブックだったかな、うん、面白いなと思ったんだけど、ね、いやもうバイデンがバカでよかったと<ー>普通のアメリカ大統領だったら怒るよ、これって <laughs>。<laughs> <laughs> そうだよね <laughs> 前イデンが青でよかった、普通、アメリカ大統領なら怒るぜ、これとか言って帰ったらさ、笑った、笑った、今日めっちゃ笑ったんだけど、昼間見確かに、いやいやいや、ね、いやめちゃくちゃなのやり方ですからね、いずれにしろ広島行っちゃいましたね、まあ、しょうがないですね。 いや、でも、そう、今日、そういえば、そうですよ。北朝鮮からミサイルが三個も飛んできたっていう。もう三発ね。うん。うん、もうここもいつものパターンです。だから、あれ、どうするんだろうね。もう、さすがにやめる。今日僕朝、ツイッターで書いたけどさ、うん、あの。あの、外務大臣、なんだっけ。 林、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 吉村さん、外務大臣がさ、北朝鮮にワクチンを送るとかさ、なんか言ってたじゃん、国交がないから見捨てるって、放っておくってわけにはいかないとか、助けないといけないみたいなこと言ってたでしょ、何を言ってるんだと思ったけど、さすがに今日のこのミサイルでもないだろ、うこれでワクチンを送りますとかさ、支援しますとか、ええ加減ににせよって、頭おかしいだろって話のあるいくらんでもない。 うん、さすがないよないですよね、うん、敵<に>。と思うけど、ね。敵にワクチンを送るって、どういうことみたいな、まあ、毒が入ってるな、ら私もね。<笑><笑> <laughs> あの薬を、薬系のワクチンを送って、どうするみたいな。<laughs> うん、いや、ちょっと頭が。<や>うん、でも、なんか、本当に金正恩もねそ、そんな感じだし、プーチンも本当に行っちゃってるし、エルドランも行っちゃってるし、もう。大変ですね。世界は、あの、うん、そっちが主流だから、ねうんうん。うん、そうなんですよね。 あちら側が強いんですよ。実は,実はあちら側の数は多い、うん。こっちの方が発展はしてるけど、うん、数は少ない。そうそうそういうことだね。うんうん、で残念ながらあの国連世界の国国連とかね一国一票だからね。そうなの。ちっちゃい小国が票同じね一票の重みを持っているっていう。うん いうことなので頑張りましょう国際政治は大変です本当に何勝目もの、ね、戦いをしなければいけないでも日本としてはやっぱり経済を立て直さないとやばいなと、まあ、いずれにしろ経済でね経済ですよね何何をやるにしても経済ですというのを本当に日々感じてます,すはい。いうことで そんですね。今日はもう本当ニュースが盛りだくさんでね。本当はそのアメリカのね。あの銃の問題とかもね。ちょっとあれは、まあ、詳しい事件の背景まで何もまだわからないから。そこまでは踏み込んでコメントはできないけど。2十二十人って言ってた。小学校でしょちょっとあまりにも痛ましい。事件かなと思いますね。だからまたね。結局どうなるかというと、その。 銃規制の問題とでこれから来るその妊娠の中絶の問題すというそ,のアメリカでそしてあの選挙が、ね、控えてますので秋にアメリカは、ね、秋に中間選挙があるのでというかもう今すでに、うん、予備選バリバリやってるから、ねあるね、予備選今この瞬間もどんどんやってるからそうなんですよだからどんどんアメリカ人がその国内政治にこう引き込まれていく状態で,、うん、でそもそもアメリカの保守ってその、まあ、海外での,その戦争っていうのは もう介入主義だとかその戦争屋の、ね、ヒラリーみたいな連中があのもう商売のために戦争をやってるみたいなでバイデンも一緒だみたいな引き込んでいるんだってってそれは無駄だみたいな。関わりたくという感じなのでこれちょっとアメリカの民意がねち,ょっとちょっと心配な部分もありますね国内思考になっていくのがやっぱりね、うん、こ,のこの混沌とした時代にですよ。うん だからそこはちょっと怖いなと思いますね。だからまあアメリカに頼らず日本の人たちがやっぱ世論を高めていかないといけないのかなとも思いますけれども。はい。はいということで。大変な時代です。生き抜きましょう。ということでそのぐらいですかね。じゃあ今日は。そうですね。えー、はい。ということで。 はいまあ、私も主人の石井秀俊もです、ね、あのツイッターやってますのでまだの方、ぜひフォローしてください、それからあのチャンネル登録、あのまだしてない方、ぜひお願いします、チャンネル登録と通知をオンにしていただいたらです、ね、動画がアップされたときとかライブ配信始まったときにあの通知がいきますのでよろしくお願いいたします、それから、あのーそのね、動画のすぐ下に書いてあるサンクスボタンも、ね、ポチっと。 いいける方はぜひよろししくお願いいたします皆さんのご支援でですね私たちもこういったことをこういった発信をね続けることができますので、えー、ご支援していただけたら幸いです。ということででは本日もね長い間ご視聴、えー、ご視聴というか聞いていただいて、えー、どうもありがとうございます。ではまたお耳にかかります。ババイバイ Fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.